は、あ、自分マイクとか入ってる？入ってます。イヤホン TV のお時間です。この番組は毎週水曜日と金曜日の19時からオーディオのことばっかり話しているような番組になっております。私がパーソナリティの谷美久です。お願いします。よろしくお願いします。席も隣上司浜田です。よろしくお願いします。はい、ずっとこの位置からね、正位置から動かない感じです。正位置台あるかな。あ、定位置すいません、はい、定位置かと思いました。定位置、定位置でやっております、はい、こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんは。寒くなってきましたね。はい、本当にバタバタしてました、はい、さっきまで、多いお茶をここに出しっぱなしで始まってしまったって、まあ、そこにありますけどね、そこに、はい、緑かぶってましたからね。はい、なんと今日は2回目でお送りいたします。大丈夫それ、多いお茶をするんちゃうの。おいお茶がちょっと映っとれないか。あかん、コンプラ、はい、コンプラ、はい、こんな感じでね。おいお茶はコンプラじゃないですからね。こんばんは、すごいこんばんはが今日多くて嬉しいです。通常のね、あの今日の特集は一体何ですか。はい、今日のお題はこちら、はい、いい音聞いてあったまろ、冬のヘッドホン特集です。あったまろ、これ何ですか。なんかそのスポンサーをつけようとしてるんですか。あったまろ、あったまろみたいな。やっぱキャッチフレーズ大切なんでね。はい、あ、浜ちゃんのレビュー見て買ったやつつけてるって。ありがとうございます。それはオーディオテクニカの開放型では珍しい Bluetooth のヘッドホンですね。いいですね。ヘッドホンで聞かれてるってことで、やっぱ冬は皆さんヘッドホンなのかなと思います。まあお家のやつかもしれないですけどね、ヘッドホン。そうね、でも夏もね、うん、お家でも暑いから、やっぱ冬こそヘッドホンつけたくなると思うんですけど、浜田さんどうですか。はい、そうですね、あの冬がヘッドホンというよりは、夏場がヘッドホンじゃないんやと思うんですね。感覚的にはですけど、ね、暑い日、そうそう、むしろこの寒い時期、このクールな時期にヘッドホンなるべく多くつけておきたいなっていうね、うん、感じはあるかなとは思います。思います。私もヘッドホン派なんですけど。あ、そうですね、谷さんはもうずっとヘッドホン、ゴリゴリヘッドホン派ですよね、はい、イヤホンというよりね。そう、最近買ってからヘッドホンなんですけど、やっぱ寒いじゃないですか最近。寒いね、やばい、もういいですこれ。これがちょっと守られてる感じ、ね、そう、守られてる。あのよく本当にヘッドホンを寒さ代わりにつけるみたいな、あ、あるね、言ってますけど、うん、本当によくわかる。あれがあるとないで、本当マフラーしてるしてないぐらいの差があるんで、あったかいし、うん、いい音聞けるしっていうことで、いい音聞いてあったまろ、冬のヘッドホン特集と名付けました。うわ、もうちょっと俺欲しなってきたもん、ヘッドホンね。そんなん言われたら皆さんも多分ね、欲しいと思ってるはずなんです、この時期。そうね、あの僕ウルトラワイヤレス持ってるけど、ウルトラワイヤレス微妙にオンイヤーやからね。あー、オーバーイヤーがいいよね。あれオンイヤーなんですね、微妙に。あ、俺がでかいだけかな。あ、俺がでかいだけですわ。微妙にちょっとオンイヤーなんですよ。ちょっと当たるからな。でももうこれぐらい欲しいよね。か大きめの、ね、じゃあヘッドホンが浜田さんはいいな、もうちょっと欲しいな。メガネとヘッドホンないでしょ。でも分かるけど、私でもメガネつけていつもヘッドホンつけてますよ。俺はね、メガネ、あのめちゃくちゃでかいでしょ、うん、あ、確かにスーパー浮く。あ、ここもう、ここにメガネしてましたねっていう跡がいく。ヘッドホンでヘッドホンプラスになるから、それでもつけたいけどね。そうですね、うん、まあ、そういうなんか装着感とかも込みで、やっぱヘッドホン見ていきたいと思いますけど、まあ、早速ヘッドホンご紹介しましょうか。というかウルトラワイヤレスって何。あ、内緒。いや、そうです、ですね、ウルトラワイヤレスってあのヘッドホンがございまして、よかったらイヤホンの YouTube チャンネルでご覧になってみてください。ちょっと面白いと思います。ぜひおすすめです。はい、はい、ということでヘッドホンご紹介しちゃいたいと思います。最初からいきましょうか。お、どんな順番で来るのか教えてほしいな。どの順番で来るのかな、どんなんだ、どんなんでしょう。どんなヘッドホンを僕に教えてくれるんですか。うん、ワイヤレスから、え、どういうことですか。あの、これって言ってくれたら、これなるほどって、あ、おい。まずはこちら、はい、AG の WHP01K、 お値段がイヤホンウェブ価格で9800円、はい、AG ブランド初のヘッドホンで、オーディオブランドファイナル監修の高音質仕様になっております。でこれ色がね、ブラック、ダークグレー、クリームの3つのね、結構ちょっと特徴的なカラーバリエーションになっております。ハイブリッドノイズキャンセリングが搭載されており、アプテックス LL にも対応で、最大35時間の音楽再生が可能です。
はい、というヘッドホンでございます。まあ、定番機種は定番機種ですけど、うん、あのでもすごいスピードで定番機種になってるね、これね。そうですね、これ去年の本当今頃かなと思って、うんうんうん、今ちょっと気になるあれが、あ、いいよ、いいですか、うんうん、はい、そう、去年の今頃に本当発売されたものなんで、本当1年で定番になったって結構ね、すごい機種になっております。いや、もうほんま早いよね。だ1万円以下で、そう、1万円以下でノイズキャンセリングが搭載してるっていうのが、うんうん、そう、かなりいいっていうか、すごいなって、その時衝撃でしたよね。もうほんと AG ぐらいしかなかったし、あとなんかまあその色合いもね、ちょっと可愛いっていう感じの色合いだったから、うん、そのだいたいヘッドホンとかイヤホン、あ、まあ、イヤホンもそうかな、ヘッドホンもそうかな、ちょっと真っ黒かシルバーしかないみたいな風潮というか、だいたい2種類やったんよね、白黒みたいなね。そうそうそう、うん、白、あ、ブラックかもうシルバーか、白か黒かみたいな感じだったんですけど、うん、クリームやったっけ、クリームとダークグレーとブラックなんで、この辺ちょっとな、良かったなと思いますよね、うん、なんか手触りも結構マットな感じなんで、ブラックもあのよくあるヘッドホンみたいなこうツルッとした黒じゃなくて、ちょっとマットな落ち着いた感じのブラックなので、ね、珍しい感じのカラーバリエーション、ね、ちょっと冬っぽいよね、冬っぽい、ちょっと冬っぽいよね。いや、冬に発売されてるヘッドホンっていうのもあって、なんかそういうとこもあるんかもしれないです。あれ冬発売やったっけ、多分冬か春から辺に発売されてたはず。でもまあちょっとトレンドのカラーをね、取り入れたような、うん、ちょっといい感じのね、ムーディーな感じでしたね。はい、はい、ぜひぜひ、音も結構バランスがいいなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、どんどんいっちゃいます。まあ一つ目はこれってことね、定番機種できます、ね、ちなみにこれ私この前のおすすめヘッドホン3選でご紹介したんで、よかったら見てください、動画。あら、なんてためになる動画はい、次はい、レーザーのクラーケン、お値段がイヤホンウェブ価格で6480円です。イヤホン2021年年間売上ランキングのゲーミング部門で金額個数ともに1位に輝いた大人気モデルです。厚みのあるヘッドバンドや冷却ゼル注入のイヤークッションにより長時間快適に使用が可能です。ゲーム内のあらゆる音のディティールが体感できるクリアで深みのあるパンチの効いた低音が特徴的です。はい、これもまたお安いですね。6480円でゲーミングヘッドホンが、しかも結構特殊な、ね、カラーもいっぱいあってっていうので、本当に初心者の方にはとっつきやすいゲーミングヘッドホンかなと思うんですけど、あの6000いくらっていうので分厚みがしっかりしてるっていうのがいいですよね、うん、イヤーパッドがかなりむっちりしてるんで、ちゃんと冷却ジェルとかまで入ってて、うん、本当しっかりゲーミング用っていう感じも ね、ありますしね、マイクもあって、これね、この時期はね、やっぱりそのまあ外にとか出るっていう手もあるんですけど、うん、やっぱまあ家ですよ、家です、ね、やっぱ家です、家です、家です、家でね使うシーンのやっぱ方が多いかなと思うんですよね。まあまあ、まあ、年中家だっていう人もいますけど、うん、あの家にいると、まあ、暖房もつけてるじゃないですか、うん、まあ、暖房もつけたら寒くないよと、まあ、ヘッドホンをつけますよってなった時に耳のとこだけ暑いとかない、なりますね、当たってる部分だけ、長時間、ね、つけてると特に、うん、そうやね、ここだけ暑いっていうのが解消できるレーザーにはここだけジェルついてるんよね、うんうんうん、あの冷却の機構がついてるので、まあ、そういったそのなんて言うんだろう、長時間の装着っていうのも想定しているイヤパッドがついてるヘッドホンっていうのはね、うん、ちょっと押さえておいてほしいかなというふうに思いました。はい、はい、でもカラーバリエーションもいっぱいあって種類もね豊富なんで、ぜひそちらの方も見ていただけたらなと思います。ちょっとコメント読んでいこうかなと思います。はい、はい、カラバリ選べるといいよね、スマホみたいに。そう、カラバリあるのは私地味に嬉しいです。あんまなくないですか、あんまオーディオって珍しいってなりますね。カラバリが豊富っていうのは、カラーバリエーション豊富なものにすると、うん、まあ、おそらくなんやけど、うん、あの難しいんじゃない、いっぱい作らなあかんから。いや多分そうやと思いますね、うん、1ロットでこう何個作らなあかんみたいなやつがこう最小がすごい多いから、うんうんうん、ってことはなんかその1個何千円とかっていう安いやつにしないといっぱいカラバリ作られへんのんちゃうかな、うん、あでも1万円ぐらいでカラバリ3色出すっていうのは結構こう努力を感じる感じだと思うんです、ね、しかもなんか選べる感じでね、はい、好きな感じが、まあ、3色出てたら多い方やと思いますけどね、うん、大体まあ白と黒あるだけでもまあ十分ありがたいねんけど、確かに、
ソウルのウルトラワイヤレスというか重点音のワイヤレスヘッドホンあれば何かあります？今どうしようかな、うん、同じ価格帯なんですね。重点音上がり上がるほどね、結構ねあのヘッドホンのね価格帯とかって上がれば上がるほどまともな音が増えていくんですよね、まあ、綺麗な感じには整ってはきますよねそうなんですよね。まあそうやな、もし あんまり重低音系のヘッドホンに詳しくなかったとすれば、ゼンハイザーの HD25 シリーズとか あのあたりとかいいんじゃないかなと思います、はいはいはい、現行かどうかちょっと分からへんけど、あのアンペリアとかもよかったり、あの辺とかも硬い低音ズドッとこう圧力がパッと切ってすごいサスティンがすごく短い、うん、あのキレのある低音っていうのが楽しめるので、量感以外の低音っていうところに、うん、ちょっと着目していただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、はい、こんな感じで。僕はそのボワボワっとしたやつが好きなんですよね、ごめんなさい。ソウルはねめちゃめちゃ個性的で面白いヘッドホンだと思うので、はい、ぜひ聞いてみてください。はい、はい、次行きましょう。BOSEクワイエットコンフォート45ヘッドホン、はい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 、お値段 39,600円、うん、大人気モデルクワイエットコンフォートシリーズの最新作、パイロットなどの業務用の分野で培った高い技術力で業界最高クラスのノイズキャンセリングテクノロジーを実現、音量に合わせて自動的に音のバランスが最適化されるアクティブイコライザー、ブラックホワイトスモークの2つのカラーバリエーションがございます。はい、素晴らしいですね。これはもうノイキャンヘッドホンの定番みたいな感じじゃないですか。定番というかもう 大名詞じゃない、むしろ BOSE といえばというか、ノイキャン、ノイキャンと BOSE ってほぼ同義語やからねノイキャンイコール BOSE みたいな、そうそうそう、あの入れ替えても通じる言葉やから。そうですね、ノイキャン BOSE BOSE ノイキャン、でも本当にそうやと思う。あ、うん、違います、ちょっとしたパワハラやった、ごめん洗脳されてなんかも、うん、そうでもなかった、ごめんなさいねでも本当にノイキャンといえば BOSE ぐらい、やっぱ BOSE って言ったらね、やっぱノイキャンいいんやって今つけてはる人、今つけてはる人、さすがブラックかっこいい。そう、BOSE またあれなんですよね、デザインもスタイリッシュでいいんですよね、うん、なんか持ってるだけでなんかそれこそ BOSE 持ってるぞっていう気分になれる、なんかハイブランド身にまとってるような感じですよね BOSE。そうね、あの、うん、そんなにあの例えばよ、あの、うん、T シャツ1枚で、あのかっこいいパターンってそんなないねんけど、うん、BOSE って書いてるだけでちょっとかっこいいから、うん、そう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 あ、BOSE のなんやみたいなBOSE って書いてるだけのプラスチックの板でも僕は結構ね、うん、かっこいい、あ、かっこいいと思っちゃうから、ね、あ、BOSE のプラスチックなんや、 BOSE なんや、 BOSE の何これ、スタンドみたいななんか置くやつっていう、 まあそれぐらいやっぱブランド力というか、ブランドに対する憧れみたいなのもありますっていうところですね、うん、あとねすごい思うことがあんねんけど、うん、これって外音も取り込めるタイプのやつだったっけ、はいはいはい、でノイズキャンセリングもできるやん、うん、こう谷さんがさ寒さ対策にもあるよっていう話をおっしゃってたじゃないですか、うん、あのやっぱ外の音も取り込めてっていうところで外さなくても済むっていう、そう確かにそうです、これこそ結構つけっぱなしにさせようっていう意図強いなと思うんですよね、うんうんうん、もともとその BOSE って、まあ、業務の部分であったりとか、うん、なんかすごくそのなんていうの、歴史も長いし装着感に対するこだわりとかめっちゃ深いんですよね、うんうんうん、あの独自のなんというか、あの実験というか独自の厳しい基準みたいなものがいっぱいあって、うん、なのでね、その何時間でも装着してもしんどくないような最適なフィット感と、で何やったら外さなくてもいいっていう風な、もうずっとつけてろ、ずっと BOSE つけてろっていう風なね、うんうん、感じのものなので、この冬はこれをずっとつけるっていうのもいいんじゃないでしょうか。はい、はい、ノイキャン外音取り込み結構自然な感じですしね、あのノイキャン体感やってるんでぜひ見てください全部宣伝みたいになっちゃって、僕もあの BOSE はノイキャンよりスピーカーのイメージがっていうのめっちゃわかるっす、まあ、BOSE のスピーカーね、うん、まあ、ノイキャンよりも確かにスピーカーの方が僕は大きいかな、うん、その多分BOSEって言われて何、どっち想像しますかって言われたら、まあスピーカーの人が多いとは思いますけど、うん、見かけるのもスピーカーが多いですしね、うん、でもねこの仕事をやりだしてからちょっと変わりましたね。確かに昔はBOSEといえばの、あのスピーカーというか、うんうん、あのなんかカーセとかそういうののイメージしてたけど、うん、なんか今はノイキャンのイメージかなっていう感じですかね。確かに、はい、まあ、BOSEスピーカーなんか出かけりゃどっかで絶対見ますからね。どっかにあるよね、祭事にあるよね、祭事に、うん、あ、そうそうそうどっかにしらにBOSEがあるんで、うん、そういうイメージもありますけど、はい、はい、小さいのにいい音鳴らすっていう技術がBOSEすごいですからね、うん、それ外に置いてあるのが多い、
はい、はい、坊主のことはまた詳しく今度話したいですね。坊主結構好きですからね。坊主好き、ね、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、ソニー WH-1000XM4、 こちらお値段が 38,493円です。イヤホン2021年年間売上ランキングのワイヤレスヘッドホン部門で金額個数ともに1位に輝いた大人気モデルです。さらに進化したノイズキャンセリング性能、あらゆる音源を高音質にアップスケーリングする DSEE エクストリーム、エクストリームブラック、プラチナ、シルバーの2つのカラーバリエーションがございます。はい、いいんですか、もう一旦行く、に加えて、に加えては、に加えて次行きましょうか。はい、ソニーの WH-1000X マークをサイレントホワイト、 48,400円です。大人気のヘッドホンの数量限定カラーのサイレントホワイト、付属品含めて全てこのモデル限定の純白仕様、トップコートを施し、防汚性にも配慮、塗装レイヤーを増やし、パールを配合することで繊細なテクスチャーや奥行きを表現、プレミアムな純白になっております。はい、ありがとうございます。はい、まあソニーもね、これだから一番売れてる、金額個数ともに売れてるっていうことで、もう本当だからみんながつけてるヘッドホンって言っても過言ではないぐらいの、もうみんなつけてますよ、みんなつけてるヘッドホンなんですけど、うん、まあね、このサイレントホワイトもあるっていうことで、ちょっと冬っぽいなと思って持ってきてくれました。はい、ね、ちょっとね、タイミングの問題でサイレントホワイトを紹介する動画が僕になってしまったんですよね、確かね。あ、そうでしたっけ、申し訳ない、全然、うん、もう皆さんに申し訳ないと思ってサイレントホワイト、ね、私ツイッターやってるんですけど、はい、ツイッターのアイコンでこなしてやってるのがサイレントホワイトなんですよね。かわいい、めっちゃかわいい。であれサイレントホワイトだけさ、ロゴの部分とか縁の部分とか、はい、ゴールドやね。そうなんですよ、ね、キラッとしてね、そうそう、ま、明るい金色だからちょっといいなと思いますよね、うん、ちょっと天使感あるよね、うん、てあの白と羽の白と輪っかの金でみたいな、そうそうそう、めっちゃ天使感あるね、かわいいなと思って。天使感のあるヘッドホン、もともとのそのスタンダードのカラーのやつって、そのブラックにそのちょっとブロンズゴールドみたいな、うん、はい、あのオレンジっぽいあの金属のイメージがついてて、ちょっと高級感に深みのある、そうそうそう、なんかあっちはね、どっちかっていうとね、うん、こうなんか大人の男の人って感じがね、非常にするような、シュッとしてます、シュッとしたデザインで、はい、まあ、ちゃんシュッとしたデザインもせやけど、ちゃんね、もうこれもあれですやん、そのもうヘッドホンを頭から外させへんぞっていう、これはでも本当、うん、あれですよね、手やったら、あ、そうそう、クイックヒアスルーとか、うん、あとはあれ AI よ、うん、AI をね使うことによって、そのなんていうの、事前に設定しておく必要があるんですけど、はい、こういう時には外音取り込み、こういう時にはノイズキャンセリングっていう風な、うんうんうん、あの機能があるじゃない、うん、あれやばいですよね、あれこそもうほんまにヘッドホンは外さないものっていう感じじゃないそういう機能すごくないですか、普通にすごい、うん、なんかここまで駆使して使えるかな私ってちょっと思っちゃうぐらい、うんうん、あらゆる本当にものができるし、あらゆるこうスペックが搭載されてますよね、うん、このヘッドホン、あ、ご意見でソニーはオーバースペックで使いこなせない、めっちゃわかる、めっちゃわかる、めっちゃわかる正直めちゃめちゃわかるけど、ね、これを使いこなせたらめちゃめちゃこう快適な音楽生活とか日常生活で本当溶け込めるぐらいのヘッドホンなんだなとは思いますけどね、すごいよね、うん、あとあれやね、その自分のさ声発した時にこれ音止まる系、その外音取り込みオンオフ切り替わるやつになったっけ、うんうんうん、はい、あれとかも動いてるから、もう考えられへんのよね、一昔前のものからすると、確かに、なんか逆にびっくりしちゃいますよね、こう自分が喋っちゃったら音止まるって、え、うん、今何起きたんやろみたいになっちゃう分かってても、あ、パロットジック思い出すはすげえ分かりますね、あ、懐かしい、そう、パロットジックも早すぎましたよね、早すぎ、うん、確かに今やったら割と当たり前に溶け込んでたんかもしれないですね、うん、そうそう、あとパロットジックのユニークなところはね、バッテリーを抜けたってところはね、バッテリー交換できたんで、ほとんど開いたやつ、そう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 、ほとんどのやっぱヘッド、ワイヤレスヘッドホンにしてもそうですけど、うん、バッテリーの交換ってできなかったんで、うん、充電が絶対必要ですからね、うん、まあ、今もほとんどもうなんかその急速充電というか、うん、ラビットチャージみたいなものがあるんで、ほとんど解決されてるといえば解決されてるんですけど、うん、まあまあでもね、そういうのもあったねっていうのを僕も思いました。あったね、あったね、はい、そうで、ね、はい、
こんな感じです。ソニーやっぱ、はい、何すか何すか、え次いきます、はい、あ次やってます、はい次はいはい、次フィリップスフィデリオ X3、うん、お値段 45,980円、フィリップスのフラグシップモデルフィデリオシリーズの最新版です。 50mm のネオジウムドライバー搭載の開放型ヘッドホン、デザインはオランダのアムステルダム、音響設計はベルギーで実施された最高峰のモデルです。イヤーカップには音響的な透過性に優れたスピーカー用ファブリックを採用しております。これはね純粋にかっこいいね。このでもあのフィデリオシリーズっていろいろありましたよね、うんうん、フィデリオシリーズすごい好きよ。あのイヤホンで最初出た時 S2 やったかな、はいはい、まあ、フィデリオシリーズ登場みたいな感じの時期があったんですけど、はい、まあ結構断線しやすいイヤホンやったんですけどね、あれめっちゃ音良かった。でまあ、そこからそのフィリップスのフィデリオシリーズは結構鉄板シリーズかもしれへんっていうのが、うんうんうん、まあ、いいやないにもあったんですけど、うん、これまたあれですね、ちょっと風合いが違いますね。すごいデザインに凝ってるというか、確かにめちゃめちゃおしゃれやん。おしゃれ、なんかあのイヤーパッドのところがベロア生地みたいになってて、うんうんうん、冬でもあったかそうな。これはかっこいいな、うん、これ半開放ですか開放ですか。あ、開放ですか。はあ。じゃあお家で聞くパターンの。超かっこいい。そうですね。お家で聞くパターンですね。おお、でも本当冬にぴったりとはこのことですね。うんうん、お家でこもっていい音で温まろうのヘッドホン。お家で。はい。はい。違う。いや違うことはないですよ。まあ確かにその布素材とかっていうのもね、すごくその冬っぽいイメージはありますよね。うん。うん。あったかいデザインというか。でもすごいですね。デザインはオランダ、うんうん、音響設計はベルギーって本当になんか、デザインあんま分かんないですけど、なんかベルギーってでも音響技術なんたらかんたら言いません。いやでもどうでしょうね。あのフィリップスっていう会社自体が、うん、あの全世界にあるから、このなんていうの、そこその各エリートが集まってくる感じなんじゃない？ああ、じゃああのオランダの、うん。そうそう、エリートとベルギーのエリートが、ベルギーの私がっつってっていうで最高峰のモデルができたできたっていうね、そういうことですよ。世界規模のヘッドホンっていうすごいですね。フィリップス何でもやってるでしょう。まあ、そうです ね、そうさっきも今何だった電動歯ブラシがあるって書いてますけど、うん、そういう機械っていうのガジェットって感じなんですか。いやもうガジェットとかいう話じゃなくない、もう家電じゃない。あ、家電とガジェットって違うんですか。え、そうなん、分からへん、俺ちょっとイメージちょっとしなかった。なんかひげ剃りのイメージやし、歯ブラシ、電気歯ブラシのイメージやし、あとあの油使わんでよくて揚げ物作れるやつのイメージやし、そんなんもあれ、料理とかも。フィリップスといえばあれやろ、あの自分で買わへんけどプレゼントしてほしいナンバーワンのやつでしょ、家電、あの憧れ家電みたいな、いらんでしょって言われるやつね。そうなんや。でもすごい今めちゃめちゃフィリップスで有名。いやそうですそうです、ソニーとかパナソニックとかそういうイメージでしょ。モニター、モニターのイメージ。でも何でも、確かに、確かにモニターはある。フィリップスうちでも見たことあります、うん、家電メーカーって感じですよね。僕も家電メーカーってイメージだったな。特にさ、そのソニーだったらその何でもじゃなくて、ソニーは趣味性の高いものを基本的に作るじゃないですか、うん、あのワクワク産業やん、あそこ。あ、はいはいはい、カメラとかゲームとか。あ、確かに。そうそう、でも冷蔵庫ないやろ、うん、ないんかな。ないやん、クーラーもないやろ。ないか、うん、でヒゲ剃りもない。その日常生活的なやつじゃなくて、あのワクワクメーカーやね、あそこ。なるほど、なんかすごい今しっくりきました。うん、そのこの間だいぶ前に僕も営業さんからそう言われて、あ、ソニーのバクロと思ってワク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 なんですよっていいな、なんか楽しそう、かわいいと、まあ、そうじゃなくて、このいろんなものを作ってるっていうことですよ、フィリップさん。なんかそれゆえに、そのいろんなものを作れば作るほど、その分野で培ったこれが別の分野で生きで、この分野で培ったこれがこっちの分野で生きってなって、最終的にそういうのが巡り巡ってオーディオにもってことじゃない、きっとそうやで、きっとそう、全部妄想です、ごめんなさいきっとそうで、今全然根も葉もないこと言ってしまった俺はそうやと思い込んでました、ごめんなさい。はい、そんなフィリップでした、はい、フィリップスでした、はい、絶対これ音いいやん、ちょっとごめんなさい、ちょっと僕普段聞いてなかったっすわ。
じゃあ次行きたいんですけど、はい、次は次からは結構今回の本題というか皆様楽しみにされてるんじゃないかなという、はい、え、何ですか？物を持ってきました。はい、シワ SRH440A お値段が 12,760 円。定番人気モニターヘッドホン SRH440 が進化、旧モデルと比べて 15% 軽量化、長時間でも快適に装着可能、低歪み化、これなんていうの、低歪み化でいいんじゃない、による音質改善、自然でバランスの取れた周波数特性、うん、3m ストレートケーブル付属、旧モデルはカールケーブル、うん、で滑らかで耐久性のあるデザインとなっております。はい、こちら、これはマジでこれ12,760円なんや。ちょっと谷さんカメラ使ってもらっていいですか？はい、久しぶりに。はい、かっこええかっこええんじゃ。はい、どうですか？ですね、まあ、コメントにもあるようにですけど、ちょっと拾いますよ、はい、バンド壊れやすいって昔聞いたことあるんですけどっていう話なんですけど、はい、もう今やからね、割と言いますけどね、うん、SRH440 とか240とかのバンドはまあ多少壊れやすいかなって印象は僕自身は持ってました。持ってた。ヘッドバンドの部分ね、この上の部分ね、上の部分、この上の部分なんですけど、谷さんちょっと触ってみて、上の部分。そう、上の部分すごく、これな、何生地、メッシュ、メッシュなのかな、ファブリック布じゃないの？あ、布なんですか、このなんか。あ、ファブリック素材ですね。ファブリック素材か、でもなんか、はい、ファブリックはメッシュみたいな、なんていうんですかね、なんかファブリックは布です、うん、分かんないけど、なんかすごくいい感じの質感で、なんですかね、蒸、ね、れ肉、蒸れ肉、ちょっとサラッとめのね、サラッとしてます。で、ヘッドバンドの上部の方はこのレザーの感じでね、はい、覆われてまして、前までは結構その硬かったというか、はい、ちょっと谷さん、このちょっと広げ気味にしてみて、広げ気味にその上の部分とかちょっと見て、そうそう、そんな感じ、そんな感じ、ちょっと見て、見せてみて、こういうこと、あ、開いてみてください。こう、うん、結構柔らかくない？動き、はい、全然ここが動くから、なんかあんまり余裕がすごく感じられます。これ多分ね、まだやったことないし、その実際に新製品なんで、まだこのどうかどうか分かんないですけど、ヘッドバンドはかなり改善されてると思いますよ。これは結構ね、仲間内に伝えていきたいです。あの当時シュワーのヘッドホンを買ってバンドを追っていた仲間たち、結構バンドを追ってたと思うんですよ。DJ のね、方々とかも、ここはね、ここは折れるんやね、気をつけなあかんねっていうふうに言ってたと思いますけど、今回かなり改善されてると思います。で、音なんですけど、めっちゃ良くなってましたわ。めっちゃ音良くなってた。あ、もう今聞いてる感じだよね。はい、聞きました、はい、どんな感じですか？めっちゃ普通に音いいです。やろう。なんかこれ、うん、クオリティめっちゃ高くないですか？めっちゃ高いクオリティね、うん、うん、着圧良さそう、うん、なんか側圧めちゃめちゃ歩くもないし、でも軽いから不安ってこともないんで、なんかこうしっかりこう頭の形にヒュッとこう収まってくれるような感じですね。これが1万ちょっとぐらい？はい、12,760円です。安いやん、これで1万2000円やったら、うん、って思いました。はい、はい、まあ、しっかり覆ってくれるからね、多分ね、僕みたいな人でも耳がね、ちゃんと全部入るから、うんうん、今ね、ちょっともうちょっと大きいヘッドホンがあったらなっていうのも解決できるかなっていう感じですね、うん、かなり覆われてる、はい、まあ、がっちりモニターヘッドホンなんで、ワイヤレスではないというところはご注意いただきたいかなと思います。そうですね、うん、それもなんか 6.3 ミリにできるような、ちょっと一個やってみてもいいかい？あ、はい、もらっていい？はい、シュアといえばイヤパッド取り替えれるようなってとこやな。いや、全然、多分これ普通に出るんじゃないですか？取れました。なんかあれですね、ヤクシーさんのやつとかで付け替え可能なやつとかもありそうですね。これ機種によったら、ベロアの生地のものとかも探せるかもしれないですね、うん、
多分そんなに特別なその変わった楕円形とかでもないから、多分いろいろ装着できるやつあると思いますよ。はい、はい、まあ、試してみた見ないとわかんないですけどね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おい、やパッと直すのめっちゃ早いおじさんです。え、そうなんですか。ちょっと次行きましょうか。はい、どうぞ。はい、お願いします。こちら SRH840A、 お値段 21,780 円、定番人気モニターヘッドホン SRH840 が進化、旧モデルと比べて 25% 軽量化、低歪み化による音質改善、視線でバランスの取れた周波数特性、 3m ストレートケーブル付属、旧モデルはカールケーブルです。人間工学に基づいたフィット感のあるプレミアムパッド入りヘッドバンド、滑らかで耐久性のあるデザインとなっておりますが、こちら素晴らしい、かっこいい、急に完璧です。この金のシワって、金のシワは金のシワは正直な人にしか渡されないっていう正直な金じゃ、これだって初めてじゃないですか、金で。なんかすごいいい意味で違和感があります。まあでもシュワといったらやっぱりシルバーのイメージですよね。そうですよね、うん、シルバーかカーボンみたいな感じのねイメージですけども、すごい新しい感じがします。新しい、ちょっとなんかあの金色って言ったらね、なんとなしなんですけど、僕アーカーゲーのイメージ持ってたんですよ。あんまない。マジで K240 とかあたりとかって金色アクセントになってるくない？こんな感じで。あー、もう自分の世界ステッチも金、かっこいい、黄色やね、黄色、ステッチもね、金色っぽい黄色、アクセントがちゃんとしっかりしてるからかっこいいね、すごい、うん、これが、お値段2万、うん、21,780円か、安いやん。ちょっとあのさっきのよりお値段上がってるんですけど、うん、それにしてもやっぱクオリティもやっぱ高いですね。すごい、ここすごいよ。ここもやっぱこうゆとりがあるのが、本当モニターとして作られてる感じがすごくする。ここがこれまたバンドもね、あの元々のその SRH840 の方かな、うん、はやっぱりそのバンドもそのさっきの240と同じくして、その似たようなその形というか似たようなその、はい、その構造やったんですよ。視野から結構パキって割れるようなとこがあったんですけど、ここまたちょっと変わってると思いますね。こっちの方はあの A ですね。はい、 A ですよ。あの改良版ですね。改良版、マイナーチェンジ版、まあでも型番変わってるからもう別種やと思ってもらった方がいいかもしれないですね。いや、ついに新世代シワのモニターヘッドホンが更新されました、バージョンアップが来ましたね。よかったです。色違いでピンクゴールドとかないかな。これ色違いというか限定モデルみたいなのが出たらね、また面白い展開にはなりそうですね。はい、ただこれスタンダードのカラーはこのブラックの一色ですか。ですね、多分ね。はい、一色になります、うん、かっこいいです。これ銀でもよかったな。銀でもいいな。なんかプレミアム感あります、ね、うん、ある。なんかそのちょっと限定モデルかなと思ったね。思いますよね、うん、これが普通の通常版ということで、スタンダードがそっちの、やっぱこっちの方が聞き取りやすいなと思います。聞き取りやすいっていうんですか、なんか個性を感じます、さっきの方の方。あー、ちょっとなんかあれなんですよね、そのイメージ的にちょっと向こうの方が緩いんですよね、うん、サウンドのそのフォーカスが緩いというか。確かに、まあ、でもそれが全体で聞き取りやすい感じかなっていうのはすごく感じましたね。実質のところ SRH の940っていうその別のシリーズっていうのもあったんですけど、はい、そこよりも手前の840の方がモニターとしてはその完結してるかなっていうふうな印象が強いんですよね。すごい今ちょっとマニアックな話してるんですけど、あの840のこのモデルの方が、まあ、しっかりフォーカスもあってるし、なんかそのものを作るというか、うん、ビートメイクするとか、あの何かをしっかりモニタリングしなきゃいけないっていう風な需要にフィットしてるような感じはしました。あ、はい、確かに細かく聞き取りやすい。でもさっきの方がちょっとなんか、なんやろ、モニターはモニターなんですけど、リスニングでも楽しく聞けそうな感じはすごくありました。こっちの方がそのバランスのいいっていうイメージはすごくありましたね。はい、ありがとうございます、はい、よかった。あ、ちょっとどうします。あ、いいか、最後まで行こうか。何ですか。うん、なんかコメントいただいたから唐突やけど、ここであのお知らせを入れとこうかなと思っただけ。ああ、
コメントいただいた。あ、はい、そう、そういうことか。うん、そういうこと。進みます。進むんや。進みます。察したけど進むんや。次。はい、シワエオニック50、値段 39,820 円。シワならではのスタジオクオリティのサウンド、アクティブノイズキャンセルが機能が搭載、外音取り込みモードも搭載、最長20時間のバッテリー、アプト XHD、アプト X ローレイテンシー、LDAC にも対応しております。折りたたみ時はフラットになって携帯しやすく、保護用携帯ケースも付属。カラーバリエーションはブラック、ホワイト、ブラウンの3つになっております。はい、言うてね、これですね、うん、ブラウンいいな、カラバリアンの。はい、このこれ、まあこれね、ちょっといいところはですね、ちょっと珍しいんですけど、うん、LDAC と、うん、アプト XLL にもね対応してる。この 2つとも対応してるのとね、あんまないんですよ。ナイキャン入っててびっくりした。はい、LDAC は、ね、超高音質コーデックですよね。あのワイヤレスでもハイレス聞けますよっていうもので、で Apto XLL はあの音質っていうところよりも、まあ、レイテンシーがめちゃくちゃ少ない、ほぼ分からんぞっていうスピード感でワイヤレスが聞けるっていう風なものです。逆にその Apto XLL でその飛ばせる、送信できるっていう機械が絶対に必要なので、スマートフォンでは体感できないんですけど、あの対応機種を持ってる方とか、例えばね、その、トランスミッターとかを持ってる方っていうのは、このヘッドホンが今めっちゃ欲しいと思うんですよ。例えばお外に行ってる時とかは、普通に Bluetooth で対応していると、あの通信していると。で、あのアプテックスじゃないわ、LDAC に対応している、スマートフォンとか、ウォークマンとかっていうものを出して、いい音で音楽を聴くっていうこともできるし、家に帰ってテレビにつなごうっていう時に、テレビにそのアプテックス LL に対応している送信機を組み合わせで使えば、レイテンシーの少ないゲームや映画っていうのは楽しめるというわけでございます。そう、コメントにありますように、WHP01K も使えるんだな。ここそうなんです。Aptx LL 使えるっていうところもミソですね。ミソです。とっても嬉しい。でもそんとすごいな。すごい。まああれはあれですごい。でもこっちはそれに加えて、その超スピードのノイキャンと超スピードの外音取り込みですからね。超スピードの。カチカチやってみてよ。カチカチやってみて。動く？ん？動く？ね、装着してこう、なんていうんですかね、この外音取り込みとか体感してみてください。体感。ああ、びっくりした。それです。これや。びっくりしました。これマイクついてます。これマイク。そうです。そうです。そうです。すごい。マイクついてますか。その外音取り込みね。マイクで聞いたみたいな。そう。ああ。はい、これ結構びっくりしますよ。これそう、エオニック50の外音取り込みはこれノイキャン体感しなあかんやつ。そうそう、大きい声出してる。ノイキャン体感は作ったのよ、もう。あ、でもう一回やって、でももう一回やって、うん、すごい。これあのマイクこうやるじゃないですか。今私こうやってマイクを持ってどっかからこう聞こえてるぐらいの音量ですね、うんうん、はい、そうなんです。さすがマイクの手話。実は僕もね、そんなね、あの可愛いリアクションじゃなかったんですけど、おおおおってなりましたよ。確かにちょっと本当にあの、うん、その辺だって外音取り込み機能には慣れてるはずなんですけど、うん、ちょっとびっくりしましたね。これね、そうなんよね、うん、結構外音取り、あんま聞いたことない。ここ数年の外音取り込み機能って、うん、自然にとかやんか。あ、そう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 。結構ね、あのエオニック50に関してはあのノイズキャンセリングもバチーンってかけるし、うん、あの外音取り込みもこの音鳴ってるよっていう風に結構元気に持ってくる。そうそう、これ結構びっくりするタイプの、うん、本当多分聞いたことないんじゃないかな。多分初めて聞いた感じします。でなんかちょっとあんまりこう外音取り込み機能に慣れてないのかなみたいな、なんかそう最近つけましたみたいな、うん、イヤホンとかでマイクっぽいやつってあるじゃないですか。この結構広域がカサカサなってるというマイク感のある外音取り込み機能だなっていうのはあるんですけど、うん、なんかそれとはまた違う綺麗なんですけどマイクっていう なんて言うんですか ねミッドがでかいんかな。あ、でも多分そうかもしれないですね。声の帯域はすごく取ってるしっていう、なんか外音取り込みの遅延、外音取り込みの遅延感じない。
それは切り替えのってことですか。あ、そういうことなのかな。どうなんやろ。でもほとんど感じないと思う。普通にあの喋ったままですけどね、うん、そのまま喋った言葉がこう取、うんうん、ってる感じですね。はい、今カメラに映っているのは50ですね。50ですね。50です。はい、すごいびっくりする。これこれはいいよね。はい、ぜひ聞いてみてほしいです。はい、まあ、ちょっと僕驚いたのは それが初めてっていうのは僕もちょっと驚きました。初めて。ほんまに。はい、私これなんかそのあれ生放送用のリアクションとか。違います、私演技できないんですほんまにびっくりしそうだね。びっくりしちゃった。わーってちょっとわざとらしいなと思って私あの逆演技できないそうなんですよ、まあ、そんな50の後継機が今日 本日ね、はい、発売されましたから。はい、はい、そうです、はい、これ初めてやった。はい、次あ、はい、こっちはごめんなさい、こっちです。はい、シワエオニック40、はい、お値段 32,780円、シワならではのスタジオクオリティのサウンド、3段階のアクティブノイズキャンセルと外音取り込みモード、最大で約25時間の連続再生が可能、折りたたみができる軽量でポータブルのデザイン、ブラックホワイトの2つのカラーバリエーションとなっております。はい、いうわけでですね、はい、まあ、こちらもカラーバリエーションもね、冬っぽい感じでよろしいですし、なんかあれですね、うん、こっちの方がちょっとコンパクトな感じなんですかね。これ可愛い、これがいいです。うん、そっちも可愛いね。すっぽり、やっぱちょっと今までのやつはあのモニターのとかもありましたけど、ちょっとなんか大きいなって感じて、まあ、それはそれでいいんですけど、これがなんか普段使いにはちょうどいい大きさかも。そう、おしゃれ、すごくおしゃれ。この辺かっこいいです、すごく。いや、外音取り込みええわ。やばいですよ、ほんまにびっくりですよね。いや、気持ちいい、ほんまにもうバチッと撮ってるなって感じですもんね。びっくりしました、うん、そこのバイオン取り込み初めて聞いた。あのおじいちゃんの補聴器つけてもらった時の感じがする。初めて補聴器するけどこんな聞こえるかみたいな。そうですよね。え、もう別に俺このまま進めれるで。あ、でもやっぱあれですね、うん、こっちの外音取り込みはまだもうちょっと自然かもしれないです。あら、そう、うん、ね、感じた。あ、50と何が違うっていう風なお話がありますので、ここで、バンブ君の作ってくれた資料を見ながらバンブちゃんが作ってくれた資料、バンブちゃんが作ってくれたやつです、はい、僕たちじゃないです。助かります。はい、仕事でき、はい、こちらですね、エニック50とエニック、40の見やすいね、見やすいね、違いですね。というわけでですね、あの最大駆動時間に関してなんですけど、連続再生時間40の方が伸びてますね。伸びてる。これはでもあれなんかもね、そのドライバー部分の、形状というかパワーのかけ方みたいなところもあるのかもしれないね、うん、で15分の充電で約5時間動くようになってます。やば、はい、お兄ちゃんの方のね、あの50の方は4時間ですね、動くのは。はい、で40の方はノイズキャンセリングが3段階に調節可能。あ、そうなんや。はい、で40、あの50の方はもう切るか最強かどっちかやね。あ、そうです、そうです、うん、そういう人やからっていう感じなんですけど、まあ、こっちはちょっと段階に分けてというふうになってます。で、収納時ですね、内側にも折りたたみ可能、そして50の方はフラットに折りたたみ可能。これちょっと絵で見せましょうか。よろしいです。はい、収納時なんですけど、はい、これこの状態、この状態が、まあ、50の一番コンパクトな状態、はい、これね、薄くなっているってことね、こういう、コンパクトになりますよっていうのに対して、新作の40の方は、40の方はこうなる、上にこうなります。コンパクト。兄は説明が下手かもしれない。分からへんかったよ。え、そのポーズよりももっとこう、こっちの方がちっちゃくない？そっちの方がちっちゃくないですか？なんかさっきここまでって言ったから、うん、これはここも上がるんだよっていう分かりやすさで言ったんですけど。あ、そうか、まあ、違いよな。はい、こう、うん、こんな。こっちの方がちっちゃく、まあそういうわけでですね、まあこんな感じにちっちゃくできるというふうにさせていただけるわけですね。やっぱこっちの方が手軽さありますよね。なんか大きさもそうですけど、うん、なんか手軽な感じがする。持ってきやすいし、つきやすいし、ポータビリティが向上したって感じだね。そう、ポータビリティ、携帯、いや、持ち運びやすくなる、すいません、横文字使って持ち運びやすくなりました、すいません。あ、はい、はい、じゃあちょっと続きのその資料を確認していきましょうか。ごめんなさいね、お願いします。
はい、再生ですね、 USB 接続時の再生、40の方が16ビット、48kHz まで、50の方が最大24ビットの 348kHz まで、まあ、つまり有線というか USB で接続している場合は50の方は、より高いレートで音楽が聴けるということですね。で対応している Bluetooth コーデック aptX aptX HD SBC AAC が40なんですけど、それに加えて50の方が aptX LL と LDAC がついているというふうなイメージでございます。はい、はい、ありがとうございます、でね、こんな感じなんですよね、まあ、全然つけて喋れるわ、これ全然つけて喋れる、全然つけて喋れるわ。でもこっちの方が自然です、やっぱりそっちの方がマイクっぽい。あ、そう、はい、あ、拾い方がってこと。そうですね、こっちはだから本当に普段使いっていう感じがするかな、うん、でもやっぱり声の部分はこう、何ですかね、この全体験の中で声の部分っていうのは一番取り込みやすいかもしれないです。ああ、なるほどね、はい、声が聞き取りやすいですね。これなんかその取り込み方的にさ、こっちの方がなんかそのパワーは悪くない、うん、パワーありますパワーがすごい、パワーはあるやろ、はい、せやね、そういうのやね、そういうとこも大事強さって感じまあそのあたりね、なんかあのまあお好みで選んでいただけたらなっていうのはあるんですけど、どっちかっていうとその音にこだわるというか、サウンドクオリティにこだわるというか、うん、あの接続機器にすでにこだわりのあるものがあるっていう人は、まあ、50の方が、うん、まあ、フルにスペックとして動かせるというところはあるんじゃないかなと思いますし、そうですね、まあ、今ヘッドホンをどうしようかなっていう感じで考えてるんやったら、まあ、40の方がいいのかなっていう気はしますね、うん、そのサイズ的にね、だいぶね差がありますからね、ね、ね、わかるかなえ、かわいい、このあのあれ変な番組これだってイヤホンとヘッドホンの専門店の番組やから、あ、そうです、そうです、これで合ってるんですよ、合ってる、このアングルで合ってる、こればっかするテレビやからそうそう、ばっかりする、はい、番組なんで、え、これかわいいね、なんかいいです、うんうん、私これつけていきたいかも、まあ、これ欲しくなっちゃった、これやったらこれね、あのこの冬もね、あの、はい、外音取り込みしようっていう時に、あ、なんてっていう時にとか外さんでもいいし、はい、なんか、あ、この車の通りとかがすごく多いから、あの外して周りに意識しなきゃっていう時も外音取り込みつけたらいいから、そうですよ、ずっと耳ぬくいから、すごいな、そう、耳当てとか、あの危ないで、耳、あの音聞こえづらいから、これもこれ、これだと逆に音聞こえやすいから、逆に聞こえ、これとかやばいですよ、そうそうそう、聞こえてやばい、ガチガチ聞こえるから、あの方もお会計とかむしろ聞こえやすい、そう、なんやったら向こうの方の人の話とか聞こえたりする可能性あるからねなんかあのなんていうの、授業聞きやすくなるタイプの、あ、はいはいはい、わかるやつみたい、めっちゃいいですし、またこれはあの坊主と一緒でこうシュワブランドみたいなのがあるから、なんかシュワつけててかっこいいみたいな、そう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 、シュワブランドあるから音楽好きやねんって感じしますね、わかってますねみたいな感じがするはい、っていうわけでしたすいません、テンション上がっちゃってるんですけどね、時間があるんでね、はい、ごめんなさいちょっと楽しかった、これかっこいいな、はいはい、そんなこんなで次のコーナー行きましょうか。以上、はい、ヘッドホン、冬のヘッドホン特集でした。ありがとうございます。外すんやあ、行けますか。え、どうすんの、どっちでもいいよ。次のコーナーお願いします。はい、ふつおた、今回のふつおたのテーマはこちら、寒い日に聴きたくなる曲、あとヘッドホンを買うときに注目するポイントです。浜田さんは何ですか。え、あ、寒い日に聴きたくなるやつ。はい、うん、まあ広瀬香美いや確かに広瀬香美かも。広瀬香美じゃない、ロマンスの神様とか、ゲレンデが燃えるような感じよ言うてね確かに冬やもんな、冬といえば、まあ行かんねんけどゲレンデは、そう、行かへんし、寒いの嫌やから雪とか嫌なんですけど、うん、広瀬香美いいですね。そうです、まあでも冬はヘッドホンですから。ヘッドホン買うときに注目するポイントってありますか、はい、うん、そうやな、エモーショナルな部分、ヘッドホンのエモい部分、エモい部分、わかんなってすみませんなんつうんかな、普通にお話してる感じなんで、はい、聞きましょう、はい、ね、そのスペックとかはわかるやん、はい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 、でスペックとかでリズムで言ってると、はい、わかんなくなるんですよ。あ、あ、でもまだ
もうちょっと待った方がとか思ったりとか。あ、はいはいはい、そうそう。でも2年あの何年ぐらい前にクアルコムのこのチップ出たから、あと何年ぐらいでこのチップが出てくるはずやから待った方が次の世代に乗れるとか、うん、っていうのを考え出したら買われへんから、一、ね、回そういうところを一回話して、うん、エモで買う。あ、感情に、うん、感情のまま、音かっこいいとか見た目かっこいいとか。あ、まあ、それはそうかもしれない。形がいいとか。私結構似た目かもしれないです。似た目から入っての音質、うん、でもやっぱ音質大事やから私は結局音質で決めました。皆様はどうかという。どうですか皆様は。感じで結構でもどうなのかな、はい、どれでもいいんですけどね、突起したエモがあればいきますね。はい、はい、ペンネームサンクトペテルブルクさん。お、マジやん。とにかくデザイン、イヤホン以上におしゃれ感が出るので音質はもちろんながらそれと同等にデザインを求めてしまいます。はい、ゆえに外観を変えられる V モードが好みで M200 を脳死で買ってしまいました。脳死で買ったんやって、もうかっこいいポチみたいな。かっこいい、その買い方がかっこいい。そうですよね。でもなんかそれがエモですよね、これ、うん、エモ。その時に買うのが一番嬉しいからね。確かに、かっこいい、うん、欲しいで買う時、そう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 、買ったやつって大体好きですもん。めっちゃ調光して買ったら、調光してすればするほど最後まで残ったあの第二候補の方が良かったんじゃないかって思うから、後悔とかいろいろ。そう、欲しいと思った時買い、そう。あ、これそこは強くないんで、そんなに強くないけどしっかりめかもしれないですね。結構ここは結構しっかりめに感じるかな。そうですね、うん、しっかりしてるかも。そんなにギュって感じはしないけどしっかりめです。はい、はい、で寒い日に聴きたくなる曲なんでしょう。がっつり冬の雰囲気のある曲も逆に暑くなる曲も寒い日には聴きたくなるのですが、1曲選ぶなら畑基博さんの聖なる夜の贈り物です。ホワイトシチューの CM ソングで知ったのですが、友達と寒空の下スキーに行った夜に温かい飲み物を飲みながら外でたわいもない話をしながらこの曲をかけてたのですが、非常にエモい感じになり現在お気に入りです。めっちゃいいエピソード。エモしっかり冬してる。くそいいなしっかり冬してるじゃないですか。畑基博さんも嬉しいやろな、こんな聞き方されたら。正しい聞き方、これこれと思って畑さん喜んでおります。いいですね、はい、続きましょう。次行きましょう、はい、次ペンネームくまほんさん。くまほんさん、はい、長くヘッドホン買うときに注目するポイントは、長く使いたいのでイヤーパッドやヘッドバンド、ケーブルなどのパーツを別売りしていることと、ハウジングの表面がラバーコーティングされたものは加水分解する可能性があるので避けるようにしています。あ、なるほどね、長期で使うイメージをちゃんと持ってるところですね。ね、賢い買い方。じゃあ25シリーズとかかな、 HD25 シリーズとかかな。 あれをフルにバラせるもんね。あとは、まあ900ST とかね。 900ST はもうどっちも結構モニター寄りになっちゃいますけど、ね、長期戦やから。そうそう、長期戦ってモニターヘッドホンに求められてるところだからね。そうですね、カジュアルじゃないから、しっかりして、うん、で寒い日に聴きたくなる曲は、うん、レミオロメのワンダフル&ビューティフル。どんな曲だろう。東京からの帰りに途中、うん、帰りの途中にラジオで流れていったのを聞き、歌詞と渋滞している冬の首都高という状況がちょっとシンクロしていたのが印象に残っています。これもまたいいな、なんか渋滞の首都高ってもういい、渋滞も首都高も別々の言葉やのに合体したらなんでこんなエモいん。なんかでも情景が思いついちゃいますもんね。冬エモい、寒空の渋滞した首都高。正直味わったことないけど、もうエモいですよね。エモいな、エピソード出てきちゃうな。ね、聞きたくなるレミオロメンさん。これ冬なんか何々の時に聞きたくなる曲で、冬がちょっと相性良すぎたな。確かに、なんか冬ってだいたいこうエモーショナルな気持ちになりがちなんですよ。影響受けちゃうわ。そうですよ、だからほんと広瀬香美さんとかもエピソードある人が聞くべきなんですよね。雪で遊んでないのに広瀬香美さん聞いたあかん。ゲレンであんまり関わりなかったな。そうそう、何広瀬香美さん聞いたあかん気してきたわ。だって毎年キスマークの CM で聞くねんもん。えキスマークよ、何ですか、スノボの。あー、え、夏え、夏キスマーク、夏止まっとんねん、すまんな。ありましたね、そんな部分で、はい、はい、そんなこんなで皆さんいろいろありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで暑なったわ今ので、めっちゃエモかった、ありがとうございます。エモいエピソード皆さんね、いろいろ送ってきてくれました、ありがとうございます。はい、はい、
ということで、はい、シワつけんたまんまやりますけど、ちょっと外します。外そうか。良かったですね。良かったですね。全然つけたままでも話せるし、全然いける。全然いけるし、はい、日常生活いけますこのままで。はい、そうですね。だからあのこれで生放送もできるっていうのがね。はい。はい、わかりました。ということで。最後行きましょうか。お仕事のコーナー、今日はねいっぱいあるんですよ。お仕事のコーナーって、まあ、よう考えたら全部お仕事なんですよ。いや、そうなんですけど特にお仕事のイヤホン事情のコーナーですね、はい、やりましょうか。はい、はい、行きましょう。はい。おー、あら、急じゃないですか。登録者数10万人達成プレゼントキャンペーンを行っております。皆様チャンネル登録ありがとうございます。ということで、チャンネル登録者数10万人を記念して総額50万円の大プレゼントキャンペーンを開催しております。期間はですね、1月21日から4月3日まで。今日浜田さんの動画がアップされているので、第1弾の豪華プレゼントは何なのか、ぜひチェックしてみてくださいということなんですけど、何か言いたいことあればお願いします。はい、これすごいよね。10万人登録達成したから10万円分のプレゼントとかかなって思ってたら、うん、目指せ50万人っていうタイトルがついて50万円になったんだよね、うん、そうなんです。だからこうプレゼントもあるんですけど、うん、皆様何卒よろしくお願いしますって意もこもってる感じがしますね。そうなんよ、10万人登録達成したと思ったら次50万人って言われたんですよ。40万人もいるんよ。それすごくない？まだ、まあ、だって10万で今こうキャッキャしてんのに、それあと40回、そうそう、50回やるのか。すごいねってなって、じゃあ次は50万人目指そうかって、ね、いや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 い気持ちは50万に持って行って頑張っていこうというふうに思っております。でも50万円分ですからね。いや、そうですよ。そう、皆さん50万円分で、しかも言うたらその500円分を皆さんにいっぱいとかじゃなくて、ドーンと 5人よ。5人に10万10万、50万、5人、まあ、でも10万人いるんで10万分の1かもしれないですね。え10万、ええ、でも10万、みんながプレゼント応募してくれたら10万分の1になる。まあ確かにそうだけど、はい、みんな、うん、でもみんな応募してほしいです。私たちのみんな応募してほしいですね。はい、これって YouTube チャンネルに登録してないとできないのかとか、そういうタイプのもんじゃないんですよ。はい、で特にまあ、でも応募するにあたってイヤホンのウェブ会員登録商品と応募はできないんで、はい、そこのところはちょっとお手数なんですけど、はい、まあ、募集応募するときにねやってくださいよっていうのはあるんですけど、こんなね、うん、ノーリスクハイリターンのことは。そうですよ、本当太っ腹ですよ。ただただプレゼントですからね。そうですね、ただただプレゼントですね。ただプレゼントなので、はい、50万円分ぜひ皆様、はい、私、あ、言ったかん、あ、そう、あ、はい、たっくんがね、王子が、うん、イヤホン王子ことたっくんが、いっちゃえよと、 50万円分いっちゃえよと。そうで、我らのね、上司の直属の上司の奈良ちゃんも、はい、行っちゃえよと、50万行っちゃえよというお話だったんで、まあそういうことでしたら、豪快な方たちが上層部におるという、君たち10万円分のプレゼントを選びたまえって言われて、あ、わかりましたと、私たちのマネーではないんで全然もらって帰ってくださいね。あ、出てるやん、タニミク編があるってもう出てますね。あ、そうなんですよ。何にしよっかな、10万円分のね、何にしよっかなです。はい、皆さん何欲しいんやろ。僕は結構手堅いセットになってしまっておりますので、まあ、手堅く行きたい方は、僕の回でね募集してくださいね。何度も応募しても全然いいですけど、はい、複数当選することはないです。ないです、はい、それは絶対ないです。さっき応募しました、ありがとうございます。はい、じゃあということで次行きましょうか。こういう、はい、ぜひ皆さんね、ブログもあるんでぜひチェックしてください。はいはいはい、でイヤホン冬号発刊記念豪華景品プレゼントということで、近藤玲奈さんの直筆サイン入りのアコースチューンモニター、
RS1 ティールの方プレゼントです。応募期間は2月13日ま でイヤホンもね結構少なくなってきているみたいなので欲しいなっていう方はぜひイヤホンでお買い物してみてください。たくさんのご応募お待ちしております。はい、次レビューキャンペーン開催中です。X ラウンドと PO 製品イヤホンですねのレビューキャンペーンを開催しております。レビューをしていただいた方の中から抽選でエアロプラスと PO 製品が当たりますのでぜひレビューを書いて豪華景品をゲットしてみてください。でレビューの書き方とかレビューってなんだろうっていうね方わかんないよっていう方はぜひ先週のイヤホン TPO を参考にしてみてくれたらいいなと思います。はい、お願いします、はい、これフィーヨすごくない FD7 当たんの。え、そうですよ、めっちゃいいやん、めっちゃいい、めっちゃ FD7 めっちゃ欲しい。いや本当なんかいいイヤホン結構いいキャンペーンめっちゃしてるんですよ。だからぜひ皆さん、ね、スタッフにはね当たらへんやつね。そうだからそうなんですね、私らは頑張ってもないんで皆さんぜひね私らの代わりに投票してください、投稿してください。 いいと思いますよ。はい、はい、次大発表ドドン、イヤホン大阪日本橋本店リニューアルオープン、すごい。はい、2月27日よりですね大阪日本橋本店が店舗面積2倍になってリニューアルオープンいたします。それにちなんでセールやイベントもたくさん行いますので関西圏の方はぜひ要チェックお願いいたします。うん、すごいね、これはすごいですね、これはすごいぞ。日本橋が面積2倍になるっていうことで大阪の人ねビッグニュースじゃないですか。これはね、これね今表に出ないタイプの上層部の人たちが、うん、一生懸命レイアウトを引いたりとかね、引っ越しの段取りをしたりとか、そう、してます。そう、畳み掛けリニューアル、そう多分ここ頑張る、頑張るですよ、頑張り時ですね、はい、これは多分ね、うん、大変なんで本当に大変なんでしょうね。はい、でもねイベントたくさんやってるんでぜひぜひ皆さんねお近くの方は来ていただければなと思います。はい、次、あ、ごめんなさい、2月17日ですね、ごめんなさい、私2月27日って言った、はい、ごめんなさい、2月17日ですね、はい、はいはい、ツイッターキャンペーンも実施中です。ジャブラエリート4アクティブの一言キャンペーンと1個オーパルOH2 のフォロー&リツイートキャンペーンを行っております。どちらもイヤホンの公式ツイッターで行っております。で簡単にご応募できますのでぜひご参加ください。はい、はい、次お願いします。はい、買取価格 5% アップキャンペーンを行っております。店頭宅配ともに買取価格 5% アップのキャンペーンを行っております。はい、実施期間は1月15日から1月31日まで、明日から開始、明日じゃないな、んこれもう開始されてるやつか、開始されてます、開始されてます、はい、先週ですね、ごめんなさい、うん、先週から開始されているキャンペーンとなっております。はい、次、宅配買取の買取集荷サービスがスタートいたしました、はい、ネット買取のお申し込みを行っていただくとコンビニや営業所などに行かなくてもご自宅まで大和運輸が集荷に来てくれるというサービスです。さらに楽に宅配買取が行えるようになったのでぜひご利用ください。うん、一歩も外に 出なくても大丈夫。はい、次、はい、で買取強化中の製品となっております。はい、本日買取強化製品のソニー WH-10X マークフォードノーブルオーディオフォーカスプロなのですが、うんうん、はい、あまりにも人気すぎてウォンテッドの金額よりもさらに上昇中ということで画像の用意が間に合わなかったので急遽口頭で補足させていただきます。あ、さらに上がってんの金額。はい、でソニーが1万8000円、うん、1万8000円って書いてるよなんですけど、さらに、うん、2480円、うん、あ、そうなん。はい、でノーブルが 34,650円になってます、うん、あ、めっちゃ上がるね、うん、だいぶ上がってますね。なのでちょっと売りたいなっていう方は今の時期に、うんうんうん、強化中のね製品をお持ちの方はぜひ強化中にはいお願いします。フォーカスプロはね、まあ、ニュースにも上がってましたけど一時生産止まるって話もあったから、そうなんや、ね、レア度増してるんや、まあ、もうレア度増してますよ。ウォンテッド度が増してるんでねウォンテッド度増しております。はい、次はい、はい、年末年始いい音で過ごそうイヤーピースキャンペーンです。期間中に新品中古イヤホンをご購入の方に対し、ご購入の方対象の
に対象のイヤーピースがお安く購入いただけるキャンペーンです。イヤーピースで音の装着感とかも変わるので、ぜひイヤホンご購入の際はぜひご一緒にイヤーピースもご購入してみてください。11月からやってた長きにわたるこのキャンペーンも今月で終わりなんですね。そうです。あ、駆け込みたい。駆け込んでください。駆け込みたい。はい、最後e p o s j a p a n GSP670 期間限定セールを行っております。こちらはなんと今日から3月31日までとなっておりますので、ぜひお見逃しなくご購入ください。GSP670 で検索や。めっちゃ安なってる。めっちゃ安なってるやん。半額ぐらいこれはこれめちゃめちゃお買い得ですね。これはあんまり中古と値段が変わらへんぞ今の状態。ぜひ今欲しい方は今。いやいや、え、安。はい、ということで以上です。いいなこれ、いいな。ちょっと駆け込んでしまった、すみません。すみません、 GSP600 見てました、ごめんなさい。あ、いえいえ、はい、はい、っていう感じでございました。やっぱ冬はヘッドホンですね。冬はヘッドホンですよ、うん、やっぱり冬こそヘッドホンをちょっと試していきたいなと思いますね。はい、まあ、言うてヘッドホンもイヤホン両方使うんですけどね。まあ確かに、うん、イヤホン派っちゃイヤホン派なんですけどね、私も。でも、そうなの、うん、まあ、そうです、イヤホンの方が楽。髪の毛べちゃってならへんしって思うんですけど、でもやっぱヘッドホンつけちゃいます私は。はい、うん、以上です。はい、ありがとうございます。何の間はい、な感じでやっております。はい、どうしましょう。もうこちらでまた来週にします。はい、これ今日も結構300人を超えてね、見ていただいて、たくさんの方見ていただいてありがとうございます。ぜひご参考になればいいと思います。はい、この週の新製品もあの店頭でご視聴できるので、ぜひぜひ週末イヤホンにね、これそうな方は来ていただいて視聴していただけたらなと思います。はい、はい、以上で今週の放送は終わりになります。あ、来週なんですけど、はい、特にその番組のお知らせってわけじゃないんですけど、はい、もしかしたらいいもの見せれるかもしれないし。なんやろ、私も分からへん。嘘やん、はい、それは問題。分かんない。トニーさん分からへんな、問題。社内共有してるからね。社内共有見ておきます。うん、見といて。はい、ということでイヤホン TV は毎週水曜日と金曜日の夜7時からイヤホン公式 YouTube チャンネルで放送中です。公式 YouTube チャンネルをチャンネル登録していただくと、放送開始時に通知が表示されますので、見逃したくないよという方はぜひ登録の方をお願いいたします。またね、Twitter とかもやってるので、そちらのチェックもお願いいたします。あ、僕ももうちょっとで1万人なんで、ぜひフォローお願いします。私も1万人行きたいんで、5000人の方お願いします。お願いします。はい、ということで今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。夏もヘッドホンつけたい。まあ、いつでもつけるよね。うん。